どうもこんにちは、ゆきちかです。今日もパワープロ2019親孝行編やっていきたいと思います。今回は公式戦初戦からやってきます。本屋さんで泊まりましょう。いや多分ね、超白熱の試合になると思うよ。クロスファイヤーの本大好きだからね俺、クロスファイヤー。早速あの子に使ってあげよう。じゃない、菅沼くんかな。菅沼くんしか伸び、もうこの人育成するしかないもん。ピッチャーがやばいかな、今。やばいかな、橋本かーな。早速、やっていきましょう。都大会でございます。奥山、か村上と。これはもう奥山くん一択でございます。天才でございます。いやー、怖すぎる。もうでもね、変えるものもいないよ。絶好調とかを出してあげるってこともないしな、もう。これはこれでやっていこう。天才がいるからワンチャン甲子園とかも、お前まだ全然そんなこと言えないもん。もう甲子園に行くより何回戦まで行けますかって感じ。1回戦でございますと、あ、ごめんなさい、あの親っていう名前がなかったんで。うわ、もう総合戦力 T でしょ。もう一塁格上だからね、これで。バッター奥山、マウンド上は平川。ピッチャーはどうでしょうかと。弱いんだけど、うちには強いと思う。もう走れないでしょ。まあ、全体的に強いな。4番が特に強いな。いやー、ピッチャーも弱いけど。よし、さすが天才。ピッチャー別に下ろさなくてもいいから、とりあえず攻めて。5点取られてる。5点取られちゃった。素晴らしい。まだまだ負けないよ。さすがに負けるわけにいかないのだよ。5対2ね。やばい、怖いよ。いや、これ2年もしかしてこれはあれの方が良かったんじゃねえか。1年生先発しちゃった方が良かったんじゃないのか。そう考えて、そうだよね、言われてみればだけどさ。いやー怖え。ピッチャーのスタミナがまず持つか分かんない。全身で外角、いや待って、もうここ精密使っちゃおう。機械のごとき精密さを発揮すること。全身守備の OK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  落とすなよ。取りました。よし、次中間だな。変化球中心の中間で外角でいきましょう。いやでも1の変化球あるのも怖いんだけど、抑えろ。よし、ナイス三振。浅いところに投げる制球力があるのか分かんないけど、変に打たれるぐらいだったら臭いところ攻めましょう。いやー、さすがにフォアボールだろうな。いやー、満塁にしてもいいや。最悪満塁策で。おー、いい、マジかよー。もう外しちゃった方が良かったのかな、今のは。打たせて取れる、打たせて取れるのか分かりませんけど、やっぱ打たれちゃったよね。いや厳しいな、厳しいな。じゃあ疲れたし、もうここは変えよう。菅沼君でいこう。これはもうスタミナ上げようよね。上げるしかないよね。これでもまだこれしかないからね。変化球でいいや。オッケー。1、3塁でございますと、これはもうスクイーズっていう手もあるんだけど、攻めないと勝てないよね。犠牲フライで。オッケー。スクイーズも犠牲フライも一緒と。いやー、スクイーズ失敗する可能性あったから犠牲フライでオッケーと。厳しいな。獣ここで使っちゃいましょう。転がせより引っ張れ、引っ張れ。菅沼君打たれんね。これはクロスファイヤー持ってるし。ナイスゲッツ。え、嘘、今タッチしてなかったの。タッチしたと思ったわ。ナイスゲッツって言っちゃったわ。速球中心で
クロスファイヤー持ってるから、うわー、CG 変えないときついな。反省でございますと、ゲッツシフトの、あ、違う、お任せじゃない。低めでいきましょう。第4球を。だからサイドスローだったんだね。OK。これでツーアウト、ランナーは一塁二塁。正直超厳しい。大学でいきましょう。見送ってストライク。勝ちたいな、初戦勝たせて。総合戦力 D には勝てないと、この先本当に何も勝てない。勝ち裏でございます。流そう。天才、さすが天才と4番でございます。強心臓意味ないけど使ってあげて、ヒットエンドランも怖い。もう流そう、もう流し打ちに、流し打ちに頼ろう。いやー、三振か。今日4度目のバッターボックス。いい CD 持ってるでしょ。このあ、でも 2点差以上だった。2点差以上だね、確かね。ついてるはずと。インコース引っ張った。オッケー。あー、もうコールドが当たり前になってたと、あの頃とは違う。本当に忘れましょう。熱血使って引っ張ろう。引っ張るしかないのー。いやー、厳しいな。揺さぶろう。このピッチャーだよ、このピッチャーなら打てるよ、みんな。てか勝手にダイドとか出ちゃうのね、今絶対変えよう。今村掴んだ。いやー、もうこれはダイダ、ダイダ、ダイダだよな。ピンチヒッター超ファイトで前面に押し出したバッティングをしてほしい。引っ張ろう、3年生頑張ろう。しました。オッケー。いやー、もう正直超厳しい。思考を研ぎ澄ませていきます。引っ張ってインコース行った。オッケー。まだ負けてない。ヤギノバナイスバット。ワンアウトランナー一塁二塁となりまして、オーツ。誰か魔物もいないのか。持ち前の熱血が力を発揮することに。これは流しましょう。起用さんでいきましょうと。これはいいね。一気に OK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 、 OK 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 OK、あと3点。超ハイパー厳しい。強心臓使ってニートで引っ張りましょう。押し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 。これであと1点。まだいける、まだいける。ピッチャー変わりまして、スランプのピッチャーなら打てるでしょう。引っ張ろう。ぐー、今の抜けると思ったよ。いや、もうこれ任せる、片桐に。 OK、 お願い、まだ負けたくない。ここじゃ指し銀持ってるでしょ。この点差ならいけるでしょう。さすが阿部ヒ。よし、代打いないかな、誰か。肩のと、いやー、違う違う、おー違うけど、帰ってきて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 。嘘でしょ、あれからまさかの勝てる。嘘でしょ、もう1回戦負けろと思ってた。やばい、超楽しいかも。栄冠ナインやってるって感じがする。これが菅沼だな。いや、本当に指示間違えたけど、菅沼エースだぞ君。いや、初戦突破やばいって。ミート対応になっ、うわ、もうそれどころじゃない。よく勝った、よく勝ってくれた。そこそこになった、素晴らしい。ありがとうみんな。いやー、本当にいい試合でございましたと。これはもうね、
厳しい。いやー正直もうこうでいいんじゃないか。82だけど、でもまあ早めの回に志賀を変えるってことで、まあ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 こんな感じで新しい国交始まっております。よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。